おはようございます、営業です。2日目の朝がやってまいりました。今は札幌駅の駅前なんですけれども、これからね、昨日確認した高速バスに乗って赤平市の方に行きたいと思います。赤平市の方まで行って、今日はね、どうでしょうハウスというものがありまして、そちらを見学しに行こうかなと思っております。では行ってまいりましょう。ここで札幌から赤平市までの行き方をおさらいしましょう。赤平市までの行き方は大きく2つあり、高速バス富良野号を使う方法と鉄道を使う方法があります。今回は水曜どうでしょうハウス見学のため、現地に12時に到着したいと考えた行程がこちらです。コロナ禍の影響で高速バスが減便されているため、かなり運行が限定されており、鉄道も1時間に1本あるかないかという厳しいダイヤです。そこで行きは高速バスに乗り、帰りは鉄道を使って札幌までたどり着こうと考えました。運よく特急ライラック号に乗れれば高速バスよりも早く帰れるという作戦です。じゃあ買いますよ。まず高速バス富良野行き、片道赤平で1960円、1000円と高速バス、これで買えると。領収書も出ます。さあ、バスターミナルの方にやってまいりました。今日はここからね、高速富良野っていうものに乗って赤平の方まで行きたいと思います。今の時間は18時15分ぐらいなんですけれども、高速富良野行きのバスはこちら、8時50分になります。で、赤平に着くのがだいたい10時15分ぐらいに着きます。1時間半ぐらいのバス旅になりますね。こちらが高速富良野行き、いいんじゃない。よし、さあ乗ります。おお、いいとこじゃん。赤平駅、まもなく今8時48分、あと2分ほどで発車です。ありがとうございます。よいしょ、着いた。赤平駅前に着きました。この高速富良野というバスでやってきました。赤平駅はああいう感じのちょっと豪華な駅舎になっています。歓迎水曜どうでしょう。じゃーん、JR 赤平駅です。すげえ立派なんだけどもっとなんかこじんまりとした無人駅を想像していた。結婚式場、ちょっと一回バス乗り場の時刻表を見よっか。これでいい。でもこれで滝川駅前のやつでいいと思うんだ。今10時26分で、確かね11時25分、どっちにしろ25分でしょ。事前に調査した時間と一致していればここでいいはず。これが事前に調査した、11時25分でこのバスに乗るから、ここの乗り場でいいってことだね。はい、結婚式場の入って帰りの特急券買えるかな。行ってみましょう。チームナックスのポスターが、本日の営業は終了しました。これが駅だ。
こういう感じの駅です。多分もう乗って中で生産って感じだね。中で生産する感じ。よし、これが赤ビラ駅。じゃじゃーん、すげえでけえ。想像の3倍でかいや。ここに書いてある、自由にお通りください、前乗り、乗車の際は整理券取ってってことだね。今赤ビラの町を歩いていって、まあ、ここの有名なお店いくつかあるんですけれども、その中の一つ、こちらがラーメン屋さんの陳来です。ここもね、結構水曜どうでしょうで、まあ水曜どうでしょうは関係ないんだけど、それのあのディレクター陣がよく来てますね。そしてもう一つ、こちら味所松川になります。こちらもね、その水曜どうでしょうのディレクター陣がやってる水曜どうでしょうという YouTube チャンネルがあるんですけれども、まあそういったところでも結構出てきたりしています。こちらが安来通りです。はい、こう赤ビラのメインストリートの一つだね。ほい、じゃあ陳来行ってみたいと思います。ということで陳来でポストカード、スタンプラリーもあるそうなので、こちらのねポストカード、スタンプラリーの台紙をいただきました。はい、こちらが陳来の命のスープ、これで、ね、いただきたいと思います。うまい。はい、これが陳来のスタンプラリー。さっきの松川と陳来でこれね、一緒に、あ、こっちか。よし、で、嬉野さんもで、せっかくなので、はい、陳来、おお、陳来のスタンプもしました。はい、まず一つ目、はい、こちらが陳来のヘルメットラーメン。器もね、このドって書かれた水曜どうでしょう由来のやつになってます。はい、じゃあいただきます。まずはね、やっぱりとんかつから。うん、おいしい、ラーメンの味がする。うん、うまい。お、これペロリだよ。水曜どうでしょうっていう番組が好きな人は藩士と呼ばれるんですけれども、その藩士がこの陳来に来たっていう証ですね。やっぱり関東周辺がとても多いですけど、南は長崎から、結構遠いところからね、この赤ビラまで来てますね。よいしょ。いやー、美味しかった。いやー、うまかった。そうだね、商店街の方行こうか。はい、それでは今ね、エルム高原温泉ゆったりっていうところにやってきましたので、そちらのスタンプも押していきたいと思います。富士、富士庵の富士です。はい、これで2つ目。このエルム高原温泉ゆったりではどうでしょう関係のグッズが置いてあります。 HTB のマスコットキャラクターのおんちゃんもあります。今エルム高原温泉ゆったりのあたりにいるんですけれども、このあたりもちょっと標高高くて雲の中ですね、霧雨が少しあります。一応ね、天気予報を見ると雨雲ないんですけど、ポツポツと降ってますね。こういう登りも立ててあります。赤ビラをキャンプ地とする、ついにやってきました、水曜どうでしょうハウス。この辺りが入り口になります。これがどうでしょうハウスの出入り口。確かね、昔はこんな
石がなかったんですけど、これ全部巻いたんだな。で、あちらの方に水曜どうでしょうハウスがあります。え、選んでいいんですか？お好きなのをお持ちください。へぇ、綺麗に銀が入っているのもあれば綺麗じゃないのもある。でこれなんか綺麗ですけどね。これがもうない。じゃあ綺麗じゃない方がいいな。私もちょっと錆びれた感じがいいかな。これにしよう。あ、でもキュウが可愛いのがいいな。これ、うん、いや、なんか気づかなかった。よし、じゃあスタンプいきます。どうだ、こうか。ベタレとか映像とかあったもんな。おお、あ、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、3つ目。さあ、早速、水曜どうでしょうハウスの見学ですね。いや、こちらはドラマ不便な便利屋っていうところで使われていたアジトですね。こんな近いところにあったんだ。で、あちらが水曜どうでしょうハウス。ちょっとまだ遠い。ここら辺全部フジアンが切ったところかしら。すげえな、よく開墾したね。水曜どうでしょうハウス。これ藤山寝てるやつだ。そうだね、すごい立派なやつ。あ、立派。こちらが水曜どうでしょうハウスのすぐ近くにある池ですね。あ、でも結構綺麗になってるわ、すごい。こういうね、これまで作っちゃうんだもんな、すごいな、すごい大自然。あ、確かにな、ここにいると気持ちよくなるかも。こちらは、こちらは池に張り出している方のデッキですね。第二デッキ。あ、これもこのね、こちらの木もずっとあったんですけど、まだちゃんとあるんだ。どうなってんだ。ここら辺から生えてんのか。ここら辺から生えてて、ずっとこういう風にあるんだな。このツタもね、ツタがちゃんと残ってる。すごいな、 YouTube で見てた場所だ。これハウスがある。コメントに来てこない方は下街の中入ると、あの金井くんの賃貸の途中に右側に、そこが金井くんの、ここの管理をしてる金井くんの職員さんなんで。危険だね。いろんなグッズを寄ってってください。あとここのさあ、ここが水曜どうでしょうハウスの本丸ですね。いや、綺麗だな。水平、水平です。もう一度1時間行って見直してください。メインはあちらにあるはい、あー、すごいな、ついに来た。これが中の様子です。これが水曜どうでしょうハウスの裏側ですね。裏側は特に窓もなく、でも結構綺麗な形に立ってますね。さすがプロ。いいな。水曜どうでしょうハウスはもともと野鳥観察のために建てられたものになるんですけれども、ね、初期の頃はね、こちらの方に鳥の餌とか置いて
ここをビシッとね、置き撮りで撮ってました。これですね。ちゃんとそれも残ってますね。じゃあ入れよう。はい、ありがとうございます。コーヒーとしながら、はい、ちょっとね、取りづらいんですけどね。はい、ありがとうございます。これを使って、こうして、こうして、コーラ、お宮こっちに、とあるコーヒーを、じゃあコーヒーにしようかな。はい、一杯100円です。こちらもお湯になってますので。あ、はい、じゃあこれでいっか。どうじゃ頑張れジョボ。あ、でも、大丈夫、大丈夫。一回蒸らす。じゃああとはドバドバと。はい。そのもんかな。じゃあちょっとこっちに移動しとくよ。あ、でももうこんなもんだな。そうだね。よしよし。あんまりね、入れすぎちゃった。お、いい感じ。あ、いいですよ、切ってきますね。はい、出来上がり。パネル店、グッズの販売やってます。それから上の温泉に行くと、パンフレットに載ってます限定のタオルが、今日はここで焚き火の薪も販売してます。こちらにお金を入れると本当燃え移らないここで燃やせるって。薪をくれる。ということで、どうでしょう、ハウスの見学終わりました。撮れた撮れた。最後はね、みんなで集合写真も撮ったりして結構楽しんでいきました。いや、あっち、あっち、あっち、あそこの五差路あったじゃん。五差路を右に。あ、そうなんだ。うん、いやもうね、この辺りすごい大自然ですごかったね。じゃあ今度はね、この水曜どうでしょうハウスから赤平駅まで歩いてね、帰っていきます。今山から降りてきたところなんですけれども、あっちのね、奥から来ました。で、だいぶ下ってきて、今この分かれ道に来たんですけれども、こっから登る場合は水曜どうでしょうハウス、こう右に行っていただくっていう形ですね。まあ、でも あそこの看板の一番上にも書かれているように、この右行って、あとはずっと直進していくとどうでしょうハウスに行くことができます。赤びらベースの近辺までやってきました。ここにはね、お城があったりするんですけど、まああっちはちょっと今日は行けないかな。で、赤びらベースのここの交差点をね、ずっとあっちの方に行くとどうでしょうハウスがあります。こんな感じに、まあ、ここから3キロ登っていくとどうでしょうハウスがあるという形になります。赤びらベースの隣には、まあ、ローソン、コンビニのローソンがあって、奥ですね、奥に野菜直売所ということで、まあ、あれが赤びらベースって呼ばれているものになります。ここでは情報発信基地としての機能もあって、まあ、それがね、赤びらベースとしての役割ですね。さあ、これがさっき見てきたどうでしょうハウス、まあ、邪気車っていうのかな。ここで記念撮影もできますね。赤ビラベースでもこんな感じでどうでしょうグッズが販売されています。さあ、最後のスタンプラリー、こちらをね、撮っていきたいと思います。出てくるかな。じゃん、これでね、最後赤ビラベース、これでよっ。ああ、撮れました。まあ、これね、スタンプを集めて何かもらえるっていうことはないんですけど、ただ単にスタンプラリー。はい、全部コンプリート。マステとかもあるんだな。
こういう風にフォトスポットもあります。エアキャラバンの時の上りですね。あ、このオンちゃんの上りかわいいな。お店の前景、水曜どうでしょう関係のところはこういう感じになっておりました。ここではソフトクリームとかかき氷が売っています。ソフトクリームを一つください。はい、350円で550円。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。その後ソフト3個です。はい、ありがとうございます。ソフトクリームいただきます。はい、赤ビラベースのソフトクリームいただきます。あ、うまい。はい、こちら空知川です。赤ビラベースからね、だいぶ奥に城が見える。そこからだいたい15分ぐらいもう歩いたのかな。結構水量が豊富な空知川がありました。あっちの方が上流ですね。で、今赤ビラ駅まで向かってるんですけど、まああと10分ぐらいで着くんじゃないかな。ということで、赤ビラこれから帰るんですけれども、在来線に乗ってね、帰ります。まずは滝川駅まで行って、そこから、ライラックっていう車両に乗り換えます。うまく乗り換えられるかどうかわかんないんですけど、一応こちらに書いてある通り、次の車両は2番線乗り場になります。すげえな、3番線の方もう草ぼうぼうだよ。ここら辺の車両はワンマンなので乗車口が決まってます。こちらね、これに乗ってきます。さらば赤ビラ駅。いやー、なんか濃かったね、赤ビラ。ワンマンです。ちゃんと来たね。これで乗るときに整備券を忘れないように。はい、整理券。4号番線、2番線。乗り換えれたね。5。あれ、何かあんまり前に行けないはず。じゃあ、旅だったら札幌前の乗車券になります。はい、じゃあ乗車券。はい、じゃあ滝川館札幌前の乗車券になります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よし、これでちゃんとお金も払えた。
いや札幌です。札幌着いた。いやということで札幌駅に着きました。今日はねどうでしょうハウスというものを見に赤平市まで行って、まあ何年かんやあって札幌駅まで帰ってきました。今日はかなりいろんな交通機関使って行き来したんですけれども、まあなんとかね行けてよかったなと思います。この後はちょっとあとは札幌市内を観光して、うん、ホテルに帰りたいかなと思います。よし、すいません、赤平駅からです。今来てるのはすすきのから近くにある一大アーケード商店街たぬき小路です。たぬき小路はもう完全にアーケードになっていて、まあ、ここら辺一帯ね、商店街として結構栄えています。すすきのに行く人は大体この辺りも観光しに来るのかな。さあここでテイクアウトとかやってるのかな。三好野にやってきました。三好野はね餃子定食っていう、まあ、餃子とカレー三好野のセットが有名です。はい、三好野の餃子お持ち帰り。お土産餃子でいいでしょう。はい、お土産餃子で8000、お金530円だって、じゃあ1000円だな。はい、発券中です。はい、領収書、領収書を出す。よし、店とお金、領収書をお取りください。はい、はい、ありがとうございます。さあ三好の餃子買いました。これが晩ご飯になります。ということで今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、イゲでした。ではでは。